はい、今日も頑張るね。時間を取って考えたいっていう人はここで一時停止をして考えてみてね。まずは俺が読むから聞いてて。 Interviews will be conducted online rather than in 空欄。選択肢は Method, Charge, Person, Success になってるな。ケンタ君、これはどう？まずは Interviews will be conducted。Interviews は面接で、Conduct は実施する。で、この部分は受け身になってるから、ここまでは Interviews will be conducted。面接は実施されるかな？そうそう。その後にオンラインってあるから、面接はオンラインで実施されるんだね。そしてその後の rather than。これ見たことあるんだよね。rather than だよね。あ、わかった。これ見たことない。いや、ないんかい。うん、rather than は、何々よりむしろとか、何々ではなくって意味やで。なるほど。で、最後の部分は、in 空欄になってて、この4つの選択肢だとどれが入るんだろう。あれ？どれもおかしいような。まあ、これは言い方を知ってないと解かれへんやろな。正解は C の person やで。え、in person って人の中？何？どういうこと？人の中で面接するの？どういう状況？あ、違うか。Rather than in person は人の中ではなくだから、面接が実施されるのは人の中じゃないんだね。よかったー。一人で何を言ってるねん。in person ってのは直にとか本人が直接っていう意味やで。え、直に？そうそう、オンラインに対して in person 直にやな。せやから文全体では、Interviews will be conducted online rather than in person. 面接は直接ではなくオンラインで実施されるやな。せやから C が正解ってことな。なるほど。いやー、人体の中で面接なんて、トーイックさんおかしくなったのかと思ったよ。では残りの選択肢の確認をしよう。A の method は方法だよね。せやな、a payment method、 支払い方法とか言う。 B の charge は料金かな。うん、せやな。で、もしくは in charge で責任を持ったみたいな言い方もあるで。例えば the man in charge、 責任者、担当者とか言うな。で、 D の success は成功だね。 financial success、 金銭的な成功みたいな言い方もある。 OK。 というところで今日のまとめ、この問題の正解は C の person で、 interviews will be conducted online rather than in person だね。 in person は直にとか本人が直接っていう意味。 interview は面接、 conduct は実施する、 rather than は何々ではなく何々よりむしろっていう意味だったね。今日はこのあたりを覚えとこうと。というわけで健太くん、お疲れ。うん、健太くん、いつもありがとう。じゃあ次回も頑張ろうね。バイバーイ。